はい、始まりました。クラブ系のご機嫌ようですけども、早速ですけども、今週のゲストを呼びたいと思います。今週のゲストはこのおぶたさんです。どうぞ。豚じゃない。豚じゃない。なんや、君か。なんや、君、豚か。豚じゃない。はい、ということで、今週はこの3人でお送りしたいと思います。タイトルコールいきましょう。クラブ系のご機嫌よう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、皆様こんにちは。今週もありましたクラブ系のご機嫌ようですけども、早速あれですね、小生ファンクラブの方がまた、買い込みの方、誕生日おめでとう。おめでとう。お、ファンクラブにおめでとう、おめでとう。今日誕生日らしいからね。おめでとう。いいですね。おめでとう。ということで、今週も1時間お付き合いください、はい、自己紹介いきます。セレザーです。小生です。豚です。豚じゃない。アグー豚です。豚、アグーじゃない。どっちみち豚じゃない。アンデスの豚じゃない。これ今日です。豚じゃないよ。ありがとうございます。今週はこの3人でお送りしたいと思います。ファンクラブありますよ。あるある、あるんですよ。よかったら入りますか。ね、どう、あの LINE 送ったら多分入ると思う。ぜひ LINE ID 出てますんで、ぜひぜひ LINE もください。で、はい、早速ですけども、今週のトークテーマなんですよ。今ね、ちょっと台風来てて、季節の変わり目を感じてるわけですけども、確かに、はい、秋雨前線ね。そうなんですよ。あの、私の何だっけ、私は何の秋、私は何の秋、そうそう、あなたは何の秋ね、はい、はい、自分の何の秋かっていうのを、はい、食欲の秋とかですね。そうですね、食欲症とか、そっち系なんですけども。じゃあ、きょうくんは豚の秋。違うよ。豚じゃない。はい。はい、じゃあ、きょうくんは何の秋か。はい。行きます。祭り。ああ、はい、確かに。祭りの秋ね。祭りなんですよ。はい、鳥の石とかって秋？もう、あれ、10月、11月ぐらいじゃなかった？ですよね。もうありますね。もうすぐだよね。はい。僕あの実家が祭りの祭りがあの10月にあるんですけど、10月にあのだんじり祭りがあるんですけども、大阪のね、はい、なんですけど、あのちょっと9月からこう寄り合いって言って毎日集まって、ブヒ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 じゃないよ、ブヒブヒじゃないよ。で、あの集まって、あの10月の第3週に本番を迎えるんですけど、それまでずっと練習したり試験引きしたりとかいろいろして、こうあの最後にこの4日間あるんですけど、4日間やって、こうあの泣くと、男泣きする。それ何、嬉しくて、もうなんかあの引退とかもあるんですよ。ああ、20歳になったら引退なんですけど、そうなんですよ。もう引退してから8年ぐらい経ってるわけですけど。泣いたん今日。僕泣きましたね。やっぱブヒブヒって泣いたん。はブイブイって泣いたんじゃないよ。はい、言うた今。はい、言うた、はい。で、あのそれがすごい思い出されるなと。秋になると金木犀の香りを嗅ぐと、あ、それを思い出すなって思いました。金木犀だ、あのオレンジ色の。そうそう、 あれね、俺実家に咲いててね、金木犀、はい、すっごい邪魔やだ。嫌いなんす。つぶつぶいっぱい落ちてくるから。確かに、はい、祭りね。祭りが好きなの？そう、みこしが好きなの？みこしが、だんじりが好きなの？だんじりが好きです。どっちか、はい、だんじりみたいな顔ってどんな顔ですか？豚祭り。豚祭り、なるほど、なるほど。行きたい祭りとかあんの？東京で。東京、秋になっても祭りとかいっぱい出てくるじゃないですか。まあまあ、鳥の市あんま行ったことないんで。え、鳥の市行ったことないの？あんま行ったことない。あんまりってどういうこと？あんまりって、まあ、なんかあの、酒飲みに行くみたいな。ああ、そう、従業員ね。はい、従業員で、あの、おでん食いながら酒飲み。あ、まあ確かにね、あれでもね、とりあえず、なんか毎年従業員連れて行くけど、行こうぜみたいなノリで、はい、高いんだよ。高いし、なんか寒い思い出しかない。
なんかもうみんな連れてったらもうえげつない金額いくよな、えらいことになるでしょ。ここぞとここぞとばかりにちょっとええとこで飯食えるぐらいの金額いくから、はい、あれね、うん、俺3つぐらいで500円とかするやろ。そうですね、あめちゃめちゃ高いよね。そこでまあいつもなんか見せ物小屋とかあるらしい。最後昼間っていうか夕方ぐらい、そうそうそう、行きたいなみたいな思ってます。今日が出んねやろ見せ物小屋に。 豚として、豚と人の間、うん、違う、豚と人の間って、ね、違う、はい、はい、今日は祭りの、はい、ね、祭り、はい、はい、はい、じゃあ次、じゃあ翔瀬くん言いましょうか。はい、翔瀬くんの何の秋なのか。じゃじゃん、ね、寂しい秋これね、秋っていろんな寂しさがあって、はいはい、もうこの夏がもう終わってしまうみたいな、夏が終わってしまったっていうこの寂しさがちょうどもう今このちょっと肌寒くて、あそろそろみんな長袖着てるわみたいなところらへんでもうちょっとなんか寂しさを感じるのと、はいはい、ちょっとあの夏終わって急にこのあ寒っみたいなこういう時あるやん、急に来た感じ、急に来るやん、あれもう半袖無理やんみたいな、はいはい、あのちょっと風とか吹いたらもうちょっと寂しいなっていうのと、あと人生で、この時期にいつも彼女がいなくなるっていう。なぜか、夏ぐらいまでおるけど、なぜかこの時期になると彼女がいなくなって、年末年始、っていうかこうクリスマスとかってイベントあるやん、こう年末の方とかって。もうこう、佳境に入ってきてる。そう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 。だからなんかそのイベントごとの前に彼女がいなくなるから、クリスマスとかを彼女と過ごすっていう過ごしたっていう記憶がもうほぼほぼない、でもこの時期はね寂しい寂しい感じですね。だから彼女を募集中です。簡単に言ったね。何が言いたかったか最終的にね彼女を募集中、あそうクリぼっちってやつね、クリスマスに一人ぼっち、あやらしいな、ね、もうそろそろ 4D 一人で見に行ったのかな。 4D 見たいですね。 4D めっちゃ見たいよ、ジュラシックワールドの。そうそうそう、それ見たい、めっちゃ匂いとか出てくるらしい、ね、そう水も出てくるし、この辺やったらね、あの何て言うか東方神ね。でこの間知り合いの方で行ってきた言うて、はいはい、匂いどうな、草原の匂いとかすんの言うたら、隣の人のポップコーンの匂いで分からへんかった。イライラするわ。それは強烈やポップコーンあれ禁止にした方がいいよ多分 4D の場合ね、うん、はい、私行きましょうかね。ちょ私は趣旨がちょっと違ったかもしれないです、はい、今年の秋は何で行くんかなみたいな感じかなっていうので私これを書きました。筋トレ、筋トレ、ああ、はい、まあ、この放送でも何回でも何回も言ってるんですけども、うん、筋トレにハマってましてですね、継続しようと、はい、なるほど、はい、秋も夏場ずっと筋トレっていうかジム行ったりしとったんですけども、ちょっと秋、まあ、冬になって寒くなったらねちょっと行きづらくなるんで、うん、はい、続いてるんや。でも続いてます。すごいな、めっちゃ続いてます。秋の方がしやすくないですか、スポーツ。夏の方が体を動かした方がなんかええかなっていう。あでも汗気持ちいいよね。そうですね、すごい代謝が良くなったんでね、うん、筋トレっていうか運動し始めて、みんなすぐ、汗かけちゃうんですよね。それちょっとブヒブヒも見習え。今日君あれちゃう、はい、痩せたんじゃない。ああじゃあ一回確認して、確認してみて、一回鏡あるか、あーはいはい、デブやねん。すごいよ。ここめっちゃ笑ってるけど、あのナイトチューブのスタッフはシッシュやった。そうですね。すごいシッシュやった。もう、はい、あれじゃなんか前よりちょっとイケメンになったんちゃう。ちょっと一回見てみます。髪も染めたしな。ああそうですね。髪も切ったし。ちょっと髪あるから。モニター越しモニター越しに一回確認してみたら。ぶっ壊れた。はい。はい、画面の向こう側を受けてるのかわからないけど、ね、こっちはもう空気感すごいあなたはどんな秋ですか、はい、っていう感じでね、そんな秋を過ごしたいなと思っております。はい、はい、ということで次お宮行くんですけど、はい、はい、なんと、はい、そんなイケメンの京くんが持ってきてくれましたよ。お持ってきました。豚ですか。豚じゃないよ、おもぐいじゃない。何それ、何これ、これあの消しゴムじゃない、あのこちらね、おっちゃんね、おっちゃんね、おっちゃんじゃない。おっちゃんのやつよ。こちらが、こちらがあれです、消しゴム、
消しゴムじゃないです、幼虫、ポテトと鶏のカシューナッツあえっていうやつと、こっちは生姜、厚揚げとこんにゃくの生姜、なるほど、生姜醤油煮込み、こう家庭の味みたいなやつだ。そうですね。じゃあどっちがおすすめ、どれを食べたい。僕こっちがいいんじゃないか。厚揚げと、はい、こんにゃく、こっちを食べたい。おでんみたいな感じ。おでん、まあちょっと、じゃあ厚揚げいただきます。あったかかったですね。あったかいの。あったかく、あったかくない。はい、はいはいはい。あのね、はい、もう想像通りのちょうど味ですね。給食に出そうな感じ。あ、本当にね、そう、給食に出る味。あ、マジっすか。給食のあのちょっと大きめの茶碗みたいなやつにバンって入れられる煮物の味。あ、マジ。あの、なんやろこれ、なんつってんの、ほんまに、あのよく大豆とかなんか、はい、あ、筑前煮の、はい、こんにゃくと厚揚げしか入ってない版みたいな。はいはいはい、マジか。じゃあちょっとぜひ食べてみて。え、そんな自信があったの今日。僕あのこれ酒に合うんじゃないか。いや、まあまあまあお酒には合うけど、こんにゃくいこうじゃん。こんにゃく、こんにゃく好きやから。あ、こんにゃく好きなんです。おばあちゃん家に行ったらまずこれ出てくる。一発目、一発目に出てくる。出場で来るやつ。いつ行ってもこれ出てくる。だけどね、こんにゃくはこの切り込みが入れてるからすごく食べやすい。が旬でます。あ、旬でる、旬でる、うん、あ、でも2種類あんねんな。はい、今日はこっちも行ってみるわ。じゃあこのね、うん、まあ、これはどれ行ったら。これあの、鳥行きましょう。鳥行くか、行きましょう。味旬でる。うん、旬なの多分分かんないと思うんです。味が染み取るね。はい、関西弁なの。旬、あれやな、中華の酢豚のなんか酢ない版みたいな。あ豚ではないです。酢豚のちょっと酢なくしたみたいな味。あ、はい、うん、出ました。あ、はい、先生、サンチャーです。おっ、めっちゃエグいでこれ。2つ合わせてサンチャー。やばい、結構幸せ。はい、単品やったら終わってた。単品やった単品やったらもう今日出さんかったよ。逆に味は旬とるけど、いや、前回のジロー君の、はいはい、そうですね、あの平天ですね。そうそう、あれがすごい良かったんですよ。あれ好評でしたしね。じゃこ天とか野菜天の、マジか。あれ7チャー出たからね。女の子も好評やってる。うん、ああ、もう、じゃあそっちに変えてこよう。女の子がもうさ、あのホストをそっちのけで頼む。じゃこ天食うとか言っとったよ、じゃこ天。しかもじゃあ二郎さんが出したからちょっといい加減で温めて出しとったからね。あ、うん、まあでも、はい、あの、まずくはないよ、今日のも、うん、はい、ちょっと普通っていう。そうですね、ここに来ていかんせん普通。あの、こんだけずっとおみやとかやってきて、はい、この番組やってきて、はい、ここに来てこれ出すっていうのもジャッジに入りましたね。あ、まあ、はい、キョウ君だって初めての時キャベツ持ってきたもんな。キャベツサラダ。あんまり千切りのキャベツ持ってきた。千切りのキャベツ、ほんまやろ。え、ちょ、キョウ君とレイ君いつもとポジション違うくない？あれ、え、あれですよ、なんかサイコロ振る。ああ、そうか。あ、最初から真ん中やったっけ。そう、はい、そう、最初から。ああ、そうなん。ここにいつもやったら誰か。ああ、そういうことか。戻ったんでね。あ、ほんまや、うん、3人体制でしたね。はい、ということで、今日くん、なぜ真ん中に座ってんのって書いてあったから、あ、ほんまやな、思って。しかも今日くん、今日っていう字がね、いつも間違って。あ、俺もちょっと、全然気づかなかったっすか。じゃあ、はい、はい、今日ニコ生見ましたと言っていただいたら、この今日くんの、はい、何ですかこれ。何でしたっけ。こんにゃくと厚揚げの、こんにゃくと厚揚げの煮物と、うん、ポテトと鶏肉のカシューナッツ和え、カシューナッツ和え提供したいと思いますので、これ温めてちゃんと出しますんでね、はい、食べやすいようにしますので、ぜひぜひお願いします。はい、あと初回3組ただもやってますんで、お電話でお問い合わせの上ご来店をお待ちします。はい、サイコロのトークテーマも募集してるんで、いっぱいやりください。はい、今日もわざとやって。あ、そうなんですね、すいませんでした、ごめんなさい。はい、
はい、はい、この番組はもう1年以上やってますよ。あ、そうです、ね、はい、もうやってるね。1年やってますよ。なかなか、うん、かれこれもう過去のおみや大集結させたいけどね。そうなんですね、1回ね、うん、はい、ということでまず最後、はい、1個の企画として考えたいんですけども、はい、サイコロいきましょう。はい、まーす。おっ、3番はい、ホストのお金の使い方、はい、それ気になるわ。気になるじゃない、みんな。きょうくんのお金の使い方気になるわ。僕、荒いですもんね。知らない、知らない、知らないよ、君の。結構ね、あの、持ったら持った分だけ使うんだ。あ、まあでもな、そこ気になるとこやもんな、みんな。お金の話とか絶対好きやもんな。あ、絶対好きよ、うん、そうですね。どう使い方、どう使うの。僕あの基本ゲーム買ったりとか。全然荒さが見当たらへんねんけど、お金の。いや、まず、うん、まずゲーム。どう使う、何、大人買いするってこと、それとも課金するっていう意味、どっち。課金はしないですね。あ、ガチのソフトとか本体を買うってこと。そうですね、うん、で、次結構この売り上げないじゃんっていうことに、うん、うるさい、うるさい、殺すな、殺すな、殺すな、はい、はい、で、ゲーム買って、ゲーム買って攻略本買うんですよ。あ、僕あの宝箱の見落としとかちょっと嫌な、完璧に行きたいタイプね。そうです、ゲーム、はい、で、あとアクセサリーも、まあそのゲームの関連したものとかを買ってますね。肉買うやろってめっちゃおもろいやん。肉も買います。肉は買います。肉買うってもう、はい、はい、今のところゲームの話しか出てきてへんけど、ね、あとなんかそのさ、ホスト始めてもう長いことをしてるやんか、はい、一番、あ、これホストしてるなっていうお金の使い方なんかなかった。なんでしょう、休日酒飲みに。なんで笑ったんや。なんで笑ったんや。それ別にサラリーマンでもできるしね。確かに。もうなんか、そう、なんか、なんだろうな。なんか、醍醐味とかあるやん、ホストの。まあ、ホストのお金の使い方っていうぐらいやからね。やっぱホストっぽい使い方みたいな。車バーン買ったりとかさ。いや、なんか分からへんけど。車も僕、免許持ってないんでね。車は、持ってます。何、今ちょっとどや顔したん。持ってますけど、あと、なんだろう。でもやっぱりこう、ホストってこう、お金持ってる子は持ってるけど、持ってない子は持ってないやん、はい、だからその、なんていうの、持ってない子たちにこう、やっぱご飯とかおごるのが多いよね。あ、まあ確かにね。それもありますね。やっぱこう、給料日とかってなったらこう、みんなでじゃあご飯行こうっつってこう、なぜかこのナンバーワンが全員分怒らなあかんっていう、なんか変なねあのシステム、ね、あのシステム応援してますよね。そうだよね、ナンバーワンは毎月こうみんなにご飯怒らなあかんから、全員で行って全員分バーってナンバーの子が出すっていうのはね、はい、大変ですよ。大変ですね。結構ね、行く場所によってはまあまあ行っちゃうからね、ああいうのもな、はい、どんぐらいだったかな。でも結構、あれでも前何だっけな、年末にどっかのしゃぶしゃぶ行った時、あれやったか、はい、あれ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 終わったけど、新年会か、はい、新年会でどっかのしゃぶしゃぶ屋さん行って20万ぐらい、20何万、20ちょいぐらい行ってなんか下の子らもう食べ放題のごとく、あれ一皿なんも5000円やったっけ、一皿4000円やった、4000円か、一皿4000円の肉をもう、アホみたいに、アホみたいに肉、なんかうまさとか関係なしに食っとけみたいな、もう俺食えねえっすよ言いながら無理やりねじ込んでたけど、全然食わんでよかった怖い、あれ怖い、あれ怖いわ。そうっすね、あれ高かったね、でもね、びっくりしたよ。あとなんやろ、まあでもやっぱりこうあれじゃない、頑張った子とかに何か買ってあげたりとか、あるよね、初めてナンバー入ったりとか、そうっすね、こう初めて100万円売り上げましたみたいな、とこうちょっとじゃあ
記念になんか財布ぐらい買うたるわみたいなんとか、はい、っていうのはあるよね。下の方に可愛がってる方に買ってあげたりとか。本当にないの京君。なんだろうな、まあ下の方におごったりとか。50万円払ってたってすごい。何に払ったのな。ご飯かな。あご飯で50万。まあでもうち毎月やからな毎月ですよ。毎月50万払そうたらもうまあまあやな。なかなか、うん、今月はゆうやくんが。そうですね。ああ、そうやね。ゆうやくんが前、先月ゆうや1やったから、ゆうやな、おごってもらわなかったね。そう、毎月なんよね。だからナンバーワン取って嬉しいのと引き換えにやばい飯おごらな全員分出さなあかんっていう、うん、きつい。だからね、毎月50万きつい。最近はなんか使ったお金。最近ですか、うん、最近はなんだろう。あとでもホストやからこうやっぱ美容系とかも金使うんじゃない。あ、僕なんだろう、シャンプー美容系シャンプーあと毎日なんですけど、うんうん、炭酸水で頭洗う。あれ毎日しちゃあかんのじゃないの。あ、そうなんですか。炭酸水で洗ってんの。はい。月に2回ぐらいした方がいいっていうね、毛穴の汚れが浮くから、うん、そう最近。あれ多分毎日じゃない方がいいはずやで、確かに。でも贅沢やね、毎日炭酸水。ペットボトルのやつ、はい、買って帰ってます。で、頭がぶっかけてるの。はい。そうね、そういうのにハマってます。あと何やろな、なんか、あと何やろ。まあぶっちゃけここだけの話は、あの僕ダイエットのエステこの間一人で行きました、ね、ほんまのぶっちゃけやお試しやで、はいはい、お試しの何分ぐらいですか。何分か出たけど、あの5000円で、あの何だっけ、ダンディハウスみたいな。ああ、男の効果見ての通りです。ありましたよ。でもさっき痩せたって書いてました、うんうん、若干、まあこれでも俺炭水化物抜いてるから若干痩せただけで、多分あれほぼ意味ないと思う、通わんと。ねえ、1回とかじゃあかんすよね、継続的に。そうなんよね、ちゃんと、はい、あの、とうとう、ね、これ京くんの場合。ああ、そうですね。あ、なんだろうな、うん、何やなんだろう。でも、はい、意外とホストっつっても意外と普通にの使い方やんな、はい、こうしょっちゅう車買うわけでもないし。そうですね、まあ、服買うたり飯おごったりみたいな感じが、多少やっぱこう普通の人よりはこう美容系は気使ってやってるやろうけど、髪の毛とか肌とかもいったりするの。肌はまだやってないですね。ちょっとなんかまだっていうことはやろうとしてる。やろうと思ってます、ね、でも肌ちょっと前より綺麗くなったんじゃない。今日は一回確認して、一回触ってみたら、ね、画面越しみたい。前よりぶっつぶつぶっつぶつなの。この辺のぶっつぶつまたごめん、俺サングラスかけてるから。ああ、ほんまっすか、うん、ちょっと分かりづらかったからさちょっと、まあ、なんか逆に質問あったらな、ね、答えやすいんじゃない。はい、ちなみに、うん、僕は車持ってないですよ。車持ってるっていうコメントが。まあ車維持費高いじゃないですか、東京ね。そうですね、うんうん、大阪の維持費を知ってるからちょっとね。まあね、小生、うん、はあの、あ、あります、車。あ、3台あるめっちゃ持ってますねえ、ホストとしてのお金の使い方。なん3台あるよ、うん、3台持ってますね。まあ毎日チャリンコ通勤、ね、意味なくないですか、車意味ないっすねあ、お腹に4って書いてるの。 あ、これ 4D 映画の 4D 見たいっていう。 4WD でも、うん、4D マジで気になる。そうっすね、一回見たい。言い残したことはないけど、ないです。で、今一番欲しいものなんだ。プレス4です。 CM いきます。はいこんな俺やけど絶対お前を幸せにするから。運命の人と出会うならイオンインク。めっちゃイオンインク。イオンインク
はい、後半企画なんですけども、はい、今週は新企画します。新企画やね。抜き打ち従業員に電話しようぜのコーナーです。今頃あいつら油断しとるからな、はい、油断しとるからね。ちょっとうっつらうっつら来てるんじゃないかと。何してんのって電話しよう。抜き打ちで、はい、うん、何それってなるでしょ。誰か誰に電話して、従業員でね、従業員でこの子に電話してほしいなっていうのがあったらコメントでしてくれたら今かけます。言ってくれたら誰がいい。誰誰やろ。黒黒ちゃん。じゃあ電話しようか。一発目に出たから予想します。なんて。ああ、いいよ。俺はもう決まってる。黒は、はい、あ、店です。まだ店です。なんやろ、これ抜き打ちやからほんまいらんこと言うのが一番怖いけどな。ちなみに、うん、僕は前電話したら、一斉が普通先輩やったら、はい、もしもしとか、お疲れ様ですみたいな感じじゃないですか、はい、何ですか。強めのやつ。何ですか。じゃあ何ですかって。なんだ京くんは。もしもし、お疲れ様です。これですかね。ああ、じゃあちょっと電話準備できたんで。線の置いた。あ、これだ。かけますね。何ですかってエグいよ。怖いっす。先輩で。怖いっす。はい。ね、お疲れ。お疲れ。お疲れ。何しろ。あ、今両替行ったりなんやかんやしてます。あ、両替行ってんの。お釣りのね。あ、お釣りの。はい。ありがとうな、いろいろ。はい、ニコ生のやつですかこれ。なんてなんて。なんて。ニコ生のやつですかこれ。あ、バッテリーですよ。バレた。はい。ごめんごめん。黒何してんのかなと思って。あ、俺、そっか、アンダマンアンダマン、アンダマン。何今ちょっと、おねえなって。なんでアンダマンって。軽くなったっすね。で、両替終わったの。あれは今終わったお店ですね。あ、もう戻ってんの。アンダマンって。あ、そう。アンダマンって。いや、いいよ、変わらんで。それ言わんといて、言わんといて、みんなに。言わんといて。順番にかけるから。あ、そうなんすか。うん。なんか黒、お前、ちょっと視聴者になんか一言、一言っすか。うん、いつもお世話になってます。ぜひまたご来店お待ちしております。はい、さあ切るわ。そら切るわ。もう真面目すぎた。やし予想外れたね。そうっすね。まさか両替って。あれ取ったな。うん、まあ、あのうちの店お釣り全部ピン札で出してるから。そうなんですよね。黒がちょこちょこ旧札の新札に、新札に両替しに行ってるよね、ちょいちょい。次誰に電話しましょうかね。誰がいいかな。次誰かいますか。これさ、ペース早いから一人2本ぐらいで終わったらもう終わってた。あ、それなし。それなしです。その人なし。はい、それなし。これなしです。剣心最後の方ね。これやっぱりね、はい、ゆうやとかね。はい、面白そうっす。気になるよね。気になるっす。いや、割と電話出えへんし。鈍感な子をね、ゆうやかな。ゆうやかな。あー、それ、あ、じゃあゆうや行こうか。あんま電話出やんかな、あの子。これさ、ゆうやのお客さんが今、LINE ゆうやから帰ってきてないとか、で、ゆうや電話出たらごめんな。そうですね、それは謝らなかった。それなんか考えてなかったけど、まあみんなに返してるっていう。あ、もしもし。はい、おはよう、起きてた。はい、何してるの。はい、起きます。ああ、え、あれどうやった業者。あ、業者っすか。うん、隙間埋めてないみたいな。あー、隙間埋めてない。埋めてないらしいです。え、あ、雨漏り直ってへんのじゃ。雨漏り、なんか
職人呼ばないといけない。ああ、まだ本庁後日もう一回かかるって。はい、そうなんや。今から部屋目。はい。あ、そっか。いや、今これニコ生やね。あ、すいません、それリアクション薄いなリアクション薄い上手いやん。これ、いや、みんな聞いてるけど大丈夫？お客さんとか LINE 返してる、ちゃんと。いや、もう、言います。もう行きます関係ない。いや、これ、何人なんか、ニコ生の視聴者の人に何か、じゃあ一言言ってって今、放送中やから声が反響してるんですよ。うん、なんかおかしいなと思ったんですよ。なんかあるやったら言ってってよ。あ、ちなみに雨漏り、うん、8万ぐらいするらしいです。マジでやばホストのお前の使い方やん、これ。これ、職人呼ばないといけないんで。え、自腹なんこれ。やるんだったら、うん、もうバーって他のところもやってもらった方が安いらしいです。え、ちょっとそれは後で、はい、聞いていい、その話。そうなんや。いや、はい。管理会社持ちじゃないんや。あ、どっち持ちかわかんないですけど、やるんだったら8万。まあまあやけど。すげえな、まあまあやな。まあ、ね、あ、ちょっと、じゃあ、ゆうや何歩出してくれるん、それ。ナンバーワン。ナンバーワンですか。あ、職人、僕やるんで、材料費買ってくれたら僕いや、なんか一言言って、見てる視聴者の人に、ね、待ってます。そら切られるわそら切られるわ今雨漏りしてるんすね、今ね、ちょっとなんかこの今回の台風で窓の隙間から水入ってきてて雨漏りしてることを発覚して、あ、ちょっと家やと一緒に住んでるんですけど僕、はい、今日業者来てくれてるんですよね、はい、でちょっと僕はよ出たんで家やに対応、はい、8万って8万まあまあやな。何待ってるのっていう来てます。あ、多分業者です、ね、来てくれ今日店来てくれって俺あ、そういうことですね。だし、なんか一言ないのって聞いてから、あ、8万円で今言おうって何の話やん今それいるか。ごめんなさいね、すごい、はい、まあまあこれアポなしで突然電話してるから、はい、まあ、はい、普通の会話やね。ほんまの電話の会話ですね。ちなみになんですけど何のおもろいことも言う予定も全くないっていう。そつい言いましょうか、ね、いや、やっぱ良かったね、ゆうやね、はい、なんかほっこりほっこりしたねほっこりしたね。じゃあ次はね、次なんか誰か面白い子にかけよう。うん、まあ確かにゆうやなんかあれやったね、優雅なメロディーコールやったね。はい、ジローさんですか、次は。あ、ジローにかけますか。はい、ジロー行こうか。ジローとかな、もう真面目やからもう店いそうやね。いそうっすね。おらんかな。ジローね。ジローさん真面目やで、めっちゃジローめちゃめちゃ真面目やから。めっちゃ真面目やで。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。お疲れ様です。何してんの。え、今、お店いますよ。あ、そうなんや。はい、どう、今日の調子は。もう調子はもう絶好調です。絶好調。はい、うん、今日の予定は。今日はないです。あ、土曜日と。あ、すごいやん。あ、そうなんや。明日休み何するん、何してるん。あ、明日は夜から、うん、先週クラブで会ったことまたクラブであ、先週クラブ、あ、クラブ行くんやん。そうですね。うん、え、それクラブってどこなん。渋谷なんですけど。ああ、わかんない。そうなんや。それ何系、レ、やっぱレゲエとか。もうガチレゲエ。ガチレゲエなんや。はい。そっか。
最近あれ飲みすぎてない？飲みすぎてない。あ、最近は酔っ払って失敗してない？いや、失敗はしてますね。失敗してる？してんの？ほんま？はい。そっか。ジローさ、はい。これニコ生やね。え？これニコ生今放送中やねん。え、今これ会話全部。あ、もう全部聞こえてる。あ、そうなんですね。流しちゃってるよ、今生放送で。あー、 まずかった。明日何するか、もう一回聞いて。全然気づかなかったんで、ちょっと。あ、明日クラブ行くこと流れちゃったわ。そうですね。うん、はい、けど場所言わんかったら大丈夫ね。あ、まあまあまあ、場所言わんかったらバレーが大丈夫。そうですね、うん、渋谷のクラブって、あ、うん、流れちゃったね。渋谷のどこかです。うん、あと土曜日同伴っていうのも流れちゃった。普通に答えちゃった。うん、あのでも真面目やからね。真面目やから聞かれたことはすぐね答えちゃうね。何を聞いてきてんねやろって思わんかった？いや、なんか、うん、またなんかどっかからジロー暴れてたよみたいな話入って、電話、うん、これ暴れてたでしょ、じゃあ。最近暴れたでしょ。バレたって感じになったでしょ。いや、なんか、うん、見間違えとかで全部あー見間違えたのかなっていう。あ、ほんまに心当たりあるね、これ。いや、ね、ここ最近にあるっすね。チロ、ちょっとあの、なんか視聴者の人になんか一言声かけてよ。はい、なんで掛け合い絶対帰ってけへん。なんで掛け合いのに絶対フォー帰ってけへん。ほんまやな。フォー帰ってけへんよ。あれは帰り掛け合い求めたよ。一言言ってて、セフォーっておもろいな。そうですね、面白いっすね。持っとるな、やっぱ。なんかジロー同伴なんやって、土曜日。褒めよう、褒めてあげよう。と、あと明日はクラブに。しかも先週クラブで出会った子とクラブに行きますって。いいね、なんかね。はっちゃけとるわ。夏満喫しとんな。いいね、夏終わってないクラブで。ギャルとかと出会うんかな、やっぱり。やっぱね、慣れとるっすか。慣れとるね、慣れとるね。ラッパーやからな。あ、まあちょっとなんかやっぱり従業員抜き打ちで電話するのちょっとドキドキするわけだよね。なんかね。いや、ほんまに面白かった。面白いけど、うん、まあまあいろんな従業員がいるからね。誰か、じゃあもう一人ぐらい行く。誰行ってほしい。いや、最後の方、最後の最後に、うん、いや、もうそこは、そこはもう視聴者の方にね。視聴者の方に。あ、謙信ね。謙信も予想できるな。あ、お疲れ様です。ここからもう社長ですかね。あ、社長面白そうです。多分まあ、謙信で出てるから謙信行こうか。じゃ予想しようか、謙信何してるか。謙信は店おるからな、この流れ行けるかな。あ、もうバレてるかな、うん、意味でおったしな。あ、もしもバレてるならもう面白いの、そうっすね、用意してるはずや。あ、逆にね、はい、うん、何個か返し用意してる、ね、それずっこけのメンバーでもあるしね、うん、うん、じゃあちょっと謙信に、この静けさすごいな。そうですね、期待されてるやん。二の前。お疲れ。はい。何しろ。二の前。え、何ですか。何してんの。見ています。え、見ています。見ています。ほんま。はい。二の前。もうみんな来てる。もう、はい。あ、そう。4人ぐらい。もう儀式終わったの今日。儀式ですか。うん。今してます。あ、そうなんや。ケンシお前、はい、どうなん。今月。あと目標、はい、今月の目標はどう。あ、分かんないっすね、まだ。
もうちょいじゃない、でもええ感じじゃん。あ、でも儀式中やほん、はい、うん、どんな感じなん、いけそう、はい、いけそう、目標、はい、では頑張りなさい。あ、ほんま、そうか、今日はどんな感じ、はい、はい、今日か、うん、今日一人微妙さ、微妙か、ちょっと周りうるさいな、はい、それ周りうるさいですか、何どこいるんすか今、てかニコ生中さんの絶対そやで、どこで電話してんすか、ケンシン、なんかちょっと早いな、言うの、何ですか、今もうみんな聞いてんだよ、あ、ほんまっすか、うん、なんかもう思ったより早め、なんか微妙だったわ、お前気づいちゃったね、反応が悪いわ、はい、うん、一番最初だけなんかじゃあもう、ケンシンと喋るのも飽きたから、はい、なんか最後に視聴者の人になんかあれば言ってあげて、ケンシンから、ポセイドンは永遠に自爆気になるわ、ポセイドンは、ポセイドンは永遠なんだよ、永遠の呪縛的なことを言ってたんですけどね、なんだよ、前がめっちゃ気になっていた何や、ポセイドンは永遠の呪縛じゃあちょっと最後に、はい、タカシに一回電話して、はい、タカシにはもう今から電話でこれニコ生の放送で高橋に電話するからと、はい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 、もう伝えます、はい、でかけ直すねって言って連れて行きます、一番ハードル高い、あ、めっちゃ怖い、うん、まあ、一回高橋にちょっと普通に言うわ、普通に、うん、続きね知りたかったら、おせいどん、おせいどん永遠の千葉、うん、出るかな、でも後で聞いて未公開で聞こう、うん、未公開で聞こう、それあ、出ない、出ないパターンね、たかし出ない、あーあー残念、出ないパターン、出ません、たかし出ないパターン、あー伝えてるパターンちょっと気になったね、たかしの、ね、その下り一番気になった、ね、レベル一番高いっす、ね、あれ剣心ポセイドン何かだけ聞こうか、やっぱりまず前半聞きましょう、未公開待ちはちょっと、未公開はちょっとあれか、聞きます、ポセイドン何なのか、はい、ケンシン、はい、ポセイドンの続きだけお願いし、ポセイドンは永遠に自爆しないです、どういうこと僕の今の気分、もうわけわかれへん、もうわけがわからへん、ちょっと怖かった、呪縛しないって、うん、しかも僕の気分ですポセイドンちゃうしね、ごめんなさいね、多分みんなも視聴者の人わからへんと思うけど、うん、こっちサイドもわかってないから、はい、彼海の神じゃないからね、うん、そうですね、何やったんやろな、呪縛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 しない、呪縛、自爆しない、どういう意味だ、縛られない意味わからなすぎるね、一回 CM いきます、さあずらり並んだ最強コンテンツ早速ご紹介しましょう、まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から、 Here we go、毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組、もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー、ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます、サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン、ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然、ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供、やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い、
CM 中も今高橋君に電話アポアポずっと取り続けてるけど黒に電話するわ。一向に出へん。黒に電話して代わってもらおうか。あ、それが一番ですね。店には多分ね行ってるはずなんでね、はいはい、二人とも。はい、はい、あれ、まさかの黒も出ない、はい、あ、黒は、はい、たかしは、あ、今変わって話してます。え、あ、はい、あ、変わります。あ、たかし、うん、ちょっとニコ生の企画考えの忘れててさ、うん、あのアポなし突撃で、うん、あの従業員に電話したら、うん、どうなるのかみたいな企画をしようと思うから、うん、この後たかしに電話するから、うん、ちょっとなんか対応してくれる面白い感じで。あ、いいよいいよ。うん、はい。でも俺今バリアやで。もう入っとったやん。もう入っとったやん。もう入ったっすね。もうごめんなさい。あのとっさに線抜いてもらった。もうすでに入ってる。スインチ入ってるやん。でも早いのもバリアンやったら黒も一緒やん。なんで男二人で行く。じゃあちょっと黒も一緒やん。切る前にとっさに俺が線抜いてしまうっていう珍事件も珍事、反射的に。じゃあちょっとたかしくんに、はい、改めましてね、改めて、まあ、突然従業員に電話すれば何をしてるのかっていうことなんでね。じゃあたかしくんに電話したいと思います。いやー、たかし何してんねやろうな。気になるっすね。どこにおるかまず聞きます。はい、あ、もしもし。うん、たかし今何してるん？今？うん、お風呂溜めてる。お風呂溜めてんの？うん、お風呂溜めてる。あ、まだ店、まだ出勤してないん？うん、まだやで。あ、そうだよ。え、うん、あの、いつもの第二宅にいる。ああ、第二宅にいるよ。あ、そうなんや。うん、え、誰今日もドライフルーツいる？みんなドライフルーツ？ドライフルーツやん。あー、第二店置いてあるね。あー、ドライフルーツいるんやったらいっぱい取ってくるけど。あー、俺大丈夫。あ、でもさ、今日さ、うん、今日入ったらさ、うん、バリアのカード溜まっちゃったからさ、うん、みんなで、うん、イーズ行っちゃう。いや、まあまあ、みんなで行けるんやったら行きたいけど。え、ちなみに、うん、俺もう6枚溜まってるから12人までいけるよ。ま、あ、そう、あ、ペア、1枚ペアなんや。あ、1枚2人でいけるから。あ、そうなの。結構溜めてるね。6枚溜まってるから、ね、あ、そうなんや。かなりっすね。リアルだね。そうだよ。あのさ、待ってか、その標準語や。ちょっと相談あんねんけど。うん、どうした？今月店どう？調子。あー、まあ、潰れない程度に頑張ろう。そうやな。うん、潰れない程度に頑張ろうか。うん、もう潰れそうだったらなんとかしようよ。そうやね。うん、俺カーテン欲しい。たかしさ、うん、びっくりすると思うけど、うん、これ、うん、ニコ生やね、今。マジで。これみんな放送、もう勘弁してよ。カーテン呼ぶって言っちゃったじゃん。これちょっと放送しちゃった。マジで母ちゃん呼ぶってとこだけめっちゃ恥ずかしいんやけど。しかもさ、そこかい。たかしがバリアンおることを放送流れちゃった。マジで。うん。やっべー。あー、俺のトレンディーな部分出てる。出てる出てる。トレンディーって出すぎ出すぎ。あー、トレンディーな部分出てる。ちょっと今コメント見てるけど、ちょっとやばいな、うん、視聴者の人ドン引きやな。たかしに炎上してる。あ、マジで炎上してる。うん。あ、ってことは俺の手に踊らされてるってこと。踊らされてる。、うん、あー、恋の始まりだねそれ、うん、え、なんかさ、うん、なんか言うことは、うん、もうそろそろ時間も時間やし、うん、視聴者の人になんか言うことある？あーっと、従業員で行こうと思ってた伊豆一緒に行きませんか？
もうふざけすぎてる。そうですねあの人あいつあの人ふざけすぎだわ逆に楽しんでるよそうですね楽しんどってトレンディーって潰れない程度に頑張ろうよってもうふざけてるいや本当にね、はい、あの予告電話の時点でスイッチ入ってたのがやっぱり意識高めやからね出たかったでしょ今日ね多分、うん、ちょっとニコ生ちょっと出たかったね多分、うん、ちょっとなんかウキウキしてたもんね今会話が、うん、確かに一番意識高かった高かった高かったじゃあ企画は以上ですね、はい、楽しかったです、うん、じゃあ告示のコーナーといきたいんですけどもあの14日でしたかね14日宴があるんですけどもさっき電話で言ったの二郎さんが、うん、あの出場しますので、うんぜひぜひあの行かれる方はちょっとでもあの声援を送ってあげてほしいなと思います。行きますか？あれいやまだ決めてないよね。なんかどうせやったら俺もギャル連れて行きたいからさ。なんか女の子と一緒に行きたいなと思って。せっかくだからね。そう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 。はい、今寂しい秋ですもんね。寂しいから従業員と行ってもいいけど思んないやん。どうせやったら、はい、女子連れて二郎も黄色い声援。はいはい、の方がいいやん。そうですね。そうそうそう。どこよりかは。だから俺と一緒に二郎の宴見に行ってくれる女の子募集中です。行ってくれる方はあの LINE を、うん、ぜひどうぞください。ちなみに僕も募集しておきますじゃん、はい。僕にも LINE ください。あれチケットええ値段するからね。はい、そうですね。そうですね、うん。ということで14日二郎さん宴出ますのでよろしくお願いします。でその前 の日かな日曜日。そうそう1万1万。日曜日にクラブ経営でクラブイベントをします、うん、あそうなんよ、はい、ジロークラブ続きやんじゃんそうですレンチャンで、うん、クラブイベントね2日おきにクラブあの店内の照明ないしそういうの変えてあのクラブっぽくして皆様をちょっと楽しんでいただこうかなという部分であの DJ もあのゲストで呼ぶんで、はい、あの DJ もその日のためだけにあのオファー出しまして、うんあの DJ 二郎じゃないですね二郎の G その G じゃないラーメンの方になってもらう次のローやからねということであの DJ も呼びますんで他の店の宴見に行く人もおんねや、ついでにね二郎見といてくださいついでにあの応援してください、はい、対戦相手が違うお店ならば、うん、お願いしますそして20日も、ニューシャンパンコールあのナイトチューブさん、はい、全面協力で今シャンパンコールを今オリジナルソングで作ってますので、うん、それが20日に初お披露目ということで、うんはい、もうマイクを持つ京君は緊張するねそうですね緊張しますね、うん、僕もあんまり新しいシャンパンコールとかやってなかったんで、うん、緊張します料金はいつも通りだねいつも通りです、はい、そう当日券あるのかなどうなんやろなありそうだけどねあでもやるでしょ分かんないどうなんやろな分からへんけどもうちょっと調べましょうはいで、クラブ系の今月の締め日が24日ですかねそうですねああ、そっか25日がちょっと金曜日でお休みなのでその前の日24日が、うん、あの締め日になりますので、うん25、26はちょっと連休になりますんで24日ってことはじゃあ世間が給料日前日でそうですねそうなんですよね財布にもうすっからかんの状態で締め日を始めたいと思います始めたいと思います、うん、はい、ということで25、26はちょっとお休みをいただきますんで、うんはい、よろしくお願いしますなるほどじゃあ綺麗に決まったっす、ね、どうやった今日か久々に出たそんなことないかそうですね結構ちょいちょい出てますはい青みたいな顔して青みたいな顔して出てます、ねまあ、今日でもちょっと面白かったですねああほんはいねなるほど最初の豚の D3 から入る今日くんなんか豚定着してきてんもんねこのニコ生 で、ね、こっちが言わんでもブワーッて出るもんね、はい、もう金髪豚やろってねうん、いいんじゃないそのキャラで一回キレてやろうか一回キレてみてよ一回ガチでキレてみて一回キレてなんかねそういうあのあれが来たらじゃ一回誰か今日ちょっと豚っていうコメント入れてみて誰か、うん、今日豚みたいなこう今日豚じゃ別にキレないですねまあまあじゃ切れへんもんな今日豚やったらな来てる来た今日なんか書かれてんだよヨトン城と多い金髪豚やろ見てます、ねでもねもうそんなんじゃ怒らない怒れそれ期待してたやんその振りやっとったやん見
かへんのかい。そんなんじゃもう切れない。切れない。京子あんま人に怒らへんもんな。そうですね。温厚やもんな。そうですね。最近なんか怒ったことあるの？最近怒ったので言ったら、サラダ買って帰った時に、うん、お箸入れますかって言われて、うん、お箸じゃあ1年くださいって言って入ってなかった時はちょっとちっちゃっいらっ最近はあれなん、ケンシンとバトルしてないの？してないです。一時期京子もよくケンシンと言い合いしてたよね、うん、あれ面白かったんだけどね。やっとちょっとまともの、あー仲良くなってきた、はい、よかった。じゃあそうか、なんか仲悪いわけじゃない。仕事中のね、意見のぶつかりやね、うん、うん、言い争いはそうですね。はいはい、なんか、じゃあ一言言ってったら、一言ですか？なんか一言でもいいし、相談でもいいし、なんかなんだろう、うん、LINE ください。そうね、はい、 LINE ね。 LINE 送ったらなんかあんの？今日君、初めましての人やろ？初めましての人。なんかあんの？おかんから LINE します。ありがとう。どういうこと？どういうこと？おーっと、 おかんから お滑り様来てるよ、今お滑り様降りてきてるよ、今。あ、スタンプ連打してください、してください、うん、お母さんから連絡するの？あ、おかんが、ありがとうと連絡します。なるほど、まだ行く、それまだ行く。わらかみ様来ないね。来ないですね。お滑り様ばっか来る。呼んでるんですけどね、わらかみ様。ほんま？はい、イタデンね。お願いします。ヨコちゃん、今番号言ったよ。はい、いきまーす、うん、080-4026-0090です。ガチのやつよということで、今電話番号やってるんで、また YouTube 上がってからでもいいんで電話してあげてください。また来週も。豚にしないと。豚じゃない背いてビクビクしてては掴めないような方を歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、産んだ子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。